は本当がっちりでいいトレーニングもできてるので今のところは本当調子はいいですね。はい、さっきの伊藤ちも、はい、なんかいつも動けてもらったんですけど、そうですね、やっぱ撮影がこういう撮影が1週間前とかちょっとそんぐらいが多いので、なんか今、元気な時に見せれたかなって感じです。まあ、とりあえず元気って言ってるんです、はい、最後もう少し、ボールを追い込んで、はい、そうですね。
込みの終盤での撮影が多いので、まあ、今は本当元気で、まあ、こんな感じですね、今は。はい、自分ではもうまだ本当はもっと動けて動けるイメージですか。ちょっと今疲れてるんだ。だんだんと疲労が溜まってきた感じなんで、うん、もちろん動けるぐらいです。チャンピオンになってから、チャンピオンになったからです、満足せず、選手として厳しく、肉を下げられるとも言われましたけど、実際の1位が別枠トーナメント終わってから、4月まではどんなことを具体的に厳しくしていきましょうか。そうですね、もうとにかくロードワークをもうすぐ開始しましたね。はい、もう昔は結構体重もリバウンドして重かったんですけど、ある程度の体重にして、動ける体重にして、普段からこういつでも追い込みが始めれるようなウェイトコントロールをしてました。はい、でも4月、はい、試合が決まる前から、はい、4月行けるって言われても、もうそうですね、はい、全然問題なくって感じですね。はい、もう暴飲暴食もしないで、ですね、あとはもっとどうやったら強くなれるかってことを本当に考えてましたね。はい、まだまだそういう強さに対しての欲がどんどん出てきて、はい、そういうことを考えてました。はい、やっぱりその優勝っていうのも、はい、まあ、そこで終わりっていう感じじゃなくて、はい、まだ、はい、これからみたいな感じ。そうですね、はい、まだまだ試合内容も本当に満足してないですし、ベルトもらえたことでも全然自分の中では満足してないですし、うん、もっとこうお客さんを魅了したいっていう気持ちの方が強いので、はい、今はとにかく、うん、強さにこだわってそれをどんどん追求していきたいなっていう感じですね。もうそんな感じですね。なんかベルト前ってよりこう気が引き締まってというか、もっともっとっていう。そうですね、はい、なんかもう調子にもう全然乗れないですし、さらに気が引き締まって、今いいと思いますね、心身。そうですね、今気持ちもすごい乗ってると思いますね。はい、チャンピオンになって、はい、対戦向かうわけですけど、負けられないとプレッシャーだったりっていうのを感じますか。まあでも、やっぱ負けたくないっていう気持ちはあるんですけど、どうなんですかね。でもプレッシャーとかそういうのは全然ないですね。はい、ここで終わりではないんで、もっと試合内容も濃くしていかないといけないと思うので、そこですよね。はい、もっともっと欲が出てきますね。はい、そこのタイミングでエールなんですけど、はい、やっぱりありますか。そうですね、本当に強い選手ですね。はい、なんか、でもこれこそ本当の戦いなんじゃないかなっていう感じですね。はい、なんか中途半端な選手とやってもどうしようもないですし、本当に強いやつと戦ってどっちが強いのかっていうのを決めるのが本当格闘技だと思ってるので、これでいいかなって感じですね。エルナンデスは本当に満足できる選手ですね。はい、ドリさんとの試合以上に勝ち方をして、はい、そうですね、もちろん本当に、いい試合したですね。はい、兄は、まあ、最後の最後の土壇場でひっくり返して、お客さん的にも本当に見てて本当に盛り上がった試合だと思うんですけど、僕は本当に圧倒的に勝って、
そこが自分の今の目標ですね。エルナンデスに圧倒的に勝つっていうのが、はい、自分のテーマだと思ってます。はい、あのエルナンデスの、はい、ローキックですとかボディですとか、はい、きついところついてくるイメージがあるかなと思います。そうですね、はい、まあ、もう全体的にバランスがいいですね、本当に、はい、で強いドロー、上中下、蹴りもパンチも全部強い、攻撃も打てますし、まあ、回転も速いですし、圧力もありますし、まあ、本当に難しい試合にはなると思うんですけど、でも、うん、今とにかく自分を信じてトレーニングをしているので、最高のコンディションに整えていいパフォーマンスができればいいなと思っています。はい、今回の55キロのトーナメントと、あとスーパーフェイトでも60キロで、はい、60キロの試合が、はい、そうですね、はい、そういった部分で、なんかこう他の会見に対しての意識していることとか、うん、やっぱ自分が見せなきゃいけないみたいな、そういった気持ちというのはありますか？うん、そうですね、60キロが本当に1試合だけなんで、まあ本当に、60キロの良さをやっぱ見せないといけないと思うので、そこが勝負ですよね、他の階級とも、僕的には55は最速って言われてますし、65は本当なんですけど、日本人もいい選手がいるとは思うんですけど、でも60キロにしか見せれないものもあると思うので、スピードも、55キロの選手に負けてないと自分の中で思っているので、どんどん60キロの良さを見せたいなと思っています。はい、55キロより速くて65キロより強いぐらいの持ってたんですか？そうですね、はい、65よりも倒せるっていう、はい、全部の良さが見れる階級っていうのを、証明したいですね。はい、KO ですね、はい、倒したいなっていう気持ちが強いですね、はい、でもそこは本当に倒せるだろうっていう、調子を超えてるわけではなく、自分自身にこう気を引き締めて強くなるためのテーマだっていうことだと思ってるので、その中では本当 KO で倒すっていうことが、自分の強くなる ための自分をもっと輝かせるための、テーマだと思ってますね。はい、